芝ふん言うだ俺のそばにいたいのならもう二度と天界に足を踏み入れるな分かったなあれはお前にスパイのような真似をさせる気はない神や女神が何をしようと関係はないのだからあなたの役に立ちたくて僕は分かっているだがそんな気遣いは無用だお前も潔く天界を捨てろ分かったよお前には期待しているのだからな はいどうぞがーいよどうしたマヤ今日は毒セイントの日だろ一緒に見ようって約束あいけねえんだああ最初から見たかったな本当だねあでもさ新兄さんに頼めばいいんじゃない新兄さんの時を操る技時間を逆行させてもらえば最初から見られるでしょそれはダメだなどうして反作用があるから反作用うん時を操るにはものすげえエネルギーが必要なんだよだから技を使った後はしばらくの間天使としての能力値がゼロになっちゃうんだってさゼロって人間と同じって言った方が分かりやすいかな天使としての技も術も何も使えなくなっちまう最悪最悪命を落とすこともあなんか不謹慎なことを言っちゃったないいよいいよ知らなかったんだしアニメ楽しもうぜうんなぜだ心清く美しかったお前がなぜガイ腹減ったよじゃあちょうど毒セイントも終わったしコンビニ行こっかコンビニか俺行ったことないんだ僕に任せてよ地上での暮らしが長いからね何でも教えてあげるよコンビニってさフライドチキン、ある。うん、あるよ。若鶏の唐揚げってやつ。こいてぇ！ほら、例がいるとさ。夕食はフライドチキンがいいですって？鳥類の長である僕に共食いさせる気ですか？冗談じゃありませんよ！っていっつも怒るだろ？でも、例は今夜出かけちまってていねえし。グッドタイミングだぜじゃあ決まりだねはあいろんなもんあるんだうん日常品なら大体ねあそういえば今日は毒セイントの特集号が発売されてたはず俺はやっぱり食いもん食いもんっとあああの二人うん俺たちと同じ匂いがするどれにするそのレモン味はどううんそうしよううわこれこれ850円ですはいありがとうありがとう2380円です間違いないねうん守護天使だね幸せそうだなうんきっと素敵なご主人様のそばにいるんだろうねあのチーズマンもう一個追加してくださいあ、はい、うわ早く食いてほんとお腹すいたねくぅ
フライドチキン最高。レイには絶対言えないよね。当たり前だよ、お前だって食ってんだからな。分かってるよ。あれ、あ、さっきのお兄ちゃん。ねえ君、守護天使でしょ。そんなにびっくりしなくていいよ。俺たちはセイントビーストなんだ。困ってるなら力になるよ。私は守護天使のバンビのミオです。あの泣いてちゃいなくなっちゃったの。いや、リオちゃんがいなくなっちゃったの。リオちゃんってさっきお前と一緒にコンビニにいた子か。どこではぐれたの。コンビニ出てすぐ私の隣にいたのに気がついたらいなくなってて。な、心配しなくてもさ、その辺散歩でもしてるんじゃねえか。そんなはずないもん。リオちゃんと私はずっと一緒なの。小鹿として生まれた時も死んだ時も守護天使として転生した時もずっとずっと一緒なの。リオちゃんと私は絶対に離れないでも。わかったわかった、もう泣くな。すぐに見つかるよ。僕にも兄弟がいるからわかるんだ。双子の片割れが君を置いていなくなるなんてことありえないよ。リオちゃん、リオちゃん、リオちゃん、リオちゃん。いくらバンビの守護天使ったって女の子の足じゃそう遠くへはいけないはずだ。リオちゃん、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 こっちにおいでよ。どうした？リオちゃん、変だよ。どうしたの？一緒に行こう。あの方の元へ。どうして、どうして来てくれないの？誰かに操られているんだ。誰かって、一体誰に？それは。ミオ、邪魔する奴は許さない。やめろ。どうしよう、ガイ。倒すのは簡単だけど。ダメ。なあ、分かってる。ここはひとまず逃げるか、カシ。逃がさない。